ありがとうございます。え、なに、なんか話しちゃった。早っ。そうですね、時間を有効に。あー、もう最近ちょっと私ね、はいはい、一つハマったものが見つかりまして、はい、これから人生のマンホールもハマりは、マンホールハマったことないんですけど、凝ってるとかそういうこと言うんや。凝ってこうと、うん、凝ってこうと、はい、あの土曜日ね、うん、銭湯子供無料なんですよ。嘘、うん、今大阪では、小学生が、うんうんうん、で子供連れてね銭湯行きだしたら、ちょ銭湯ハマりましたね僕。銭湯近くにある？いや、ほんで、いや探したら、いや探したらありますよ、近く。あ、うん、まあそれ国もよるのかな、ちょっと、うん、まあ、近辺の、まあ、ほんで、はい、全部回ってこうまで、大阪府の大阪府府の銭湯府ってだいぶ広い、広い熊田府、もう富永屋から、もう泉南から、まあ、まあ、ゆくゆくはそうなっていくんでしょうね、うん、そこまでハマるの、銭湯マイスター。銭湯マイスター、銭湯か、それとも無料っていう言葉にものすごい、いや、まあ最初そうやったんですけど、うん、結構平日は無料じゃないんでね、結局一人で行かなかったんですけど、まあだからまあ一食分ぐらいへつったらこれ、あ、まあ、一食分ちょっと銭湯に当てていくか。今銭湯っていくらなの？490円です。あ、微妙なんですよ、スーパー銭湯っぽい銭湯もあるし、まあそうなんですよ、うん、普通の銭湯ですね、普通の銭湯、はいはいはい、それで行くと結構ね、いろいろあって、うんうん、なんかまあまあ現代の銭湯ってどうですか、行ってます？銭湯はないな、だからスーパー銭湯っぽいのね、ありますけど、うん、まあ、大体似通っては来てるんですよ。なんかこうボーダーですよね、うん、間がなんとなく順列でできへんだけで、ね、料金はいや普通の銭湯順列でできたら最高ですけどね、それさあお得やるよな、うん、銭湯を知る世代ではあるけどね、はいはいはい、うん、だいぶ変わってはね、でしょ、うん、周りにあんまりなくなってきたな。そ、昔はよくあのバンダイがあって、バンダイがあってね、というね、うん、逆にもバンダイがないですよね、今ね、もうね、ないの、やっぱフロントで最初にもう受付する。フロント、フロントですよ、フロント表にフロントあって、うん、分かれてる中で、そうなんちゅうの、あの区分けして、子供心思ったら、はい、バンダイっておっちゃんにしろ、おばちゃんにしろ、若い娘さんにしろ、そ、原始人やないんやから、な、座ってて男女でもろ見えてるし、そうそうそう、うん、なんなら見えましたよね、男言うから、あ、見えてた、うん、そういうのはなくなってきてますよね、最近はね、フロントで最初にもう別れて、お金払ってから別れる、だからお客さんの方がデリケートになってるかもしれない、うん、そういうのもたまにありますけどね、バンダイみたいな、じゃあ昔ながらの銭湯ないのね、もう、ああいう、だからそういうところにたまたま当たるとちょっとなんか嬉しくなるみたいな、うん、だから、その何件あるか知らんけど、大阪府回っていったレポートしてってんの。そうや、そうや、うん、そうそう、だから88カ所目ぐらいね、88カ所、88カ所じゃ済まないでしょうけど、済まないですね、これもちょっと生涯があるんや、貴重やもんね、存続してるって、だからかぶるのが嫌だって言って、最近もうお風呂、え、かぶる、だからそういうことか、同じとこ行くとか、そういうことか、うん、だってきれいよ、え、それ子供連れて行かなあかんの。いや、そんなことないです、もう子供、まあ、連れてってんのは言われるんですけど、うん、まあ、連れてったらね、お金かかるし、もうね、必ずジュース飲みよるでしょ、子供ってやっぱり、まあ、せって、あとね、マミーとかね、飲みよるんで、ほんで、なんならコンビニで買うより高かったりするんですよ、あれ、ジュース言うたら量少ないのにね、パレードとかなんなかった、なんか珍しい、だから珍しいから高いみたいな、ラッシーとか、ラッシー、うん、みかん水とかね、うん、みかん水とか瓶ちょっとやるね、あれで結構しますからね、だから、うん、あの普通の大手がバッと売ってんだったら数のもんで安できるけど、うん、作るのが、だからそういう瓶でのそういうみかん水やらフルーツ牛乳とか、そんなに瓶で言ってくれたらいいのに、うん、銭湯の底で普通にポカリスエットとかね、ああ普通のやつな、あの、うん、ペットボトルいけると腹立つんですよ、なんかそれだったらもう米でかいやみたいなね、それなりますね、そうやったら持ち込んだらあかんの、そりゃ、いや水筒持って、いやでもね、たまにね、そういうおっさんを観察してましたら、うん、持ち込んでますね、持ち込んで中で飲みますよ、風呂の中で、風呂の中で、熱い風呂入って、まあ、サウナ大概やるんで、サウナ入って水風呂入った後に、もう忍び持ってるこのペットボトルキュッと行って行ってますね、みんな飲食はいいの、飲食客はあかんちゃうかな、まあ、衛生的に バスクリーン持って行ったら怒られる、いや、それは絶対あかんでしょ、あの草津の犬、それは絶対あかんでしょ、いやいや、閉店ギリギリぐらいにて、いや、それそれはあかん、それはあかんわ、それは中でそれ洗濯もしないでくださいって書いてますから、ね、書いてるやろ、ね、うん、あ、この前大阪の第3ビルかなんか地下のトイレあるよ、ここ風呂ちゃうけど、手洗うとこやで、ね、洗髪機にして書いてる、洗うといてんや、そんなとこで毛洗うやつおんねんやまあだから、ね、ホームレスが大阪、梅田やで、
名残じゃないですか、梅田にね。うん、だから歯磨きやめてねみたいなのはたまになんかで見たことある。ワールドカップ行くじゃないですか。先発や。それは、結構いましたよ、あそこ。技術がいいですよ。足上がったとことかね。上がったとこがね。いや、もともとはこう歴史たどってた闇市やったとこや。ああ、ね。あったとこやと俺らはね、さ知らせたい。闇市の名残がそこに。かもしれん。その時代からタイムスリップしてきた妖精かもしれない。妖精、まあ、髪の毛めっちゃ洗いに歴史の遺産ですね、その縦看板とかね、うん、いや、じゃじゃ男は怖いけど長い人多いやん、そう髪の毛洗う男の人ね、うん、いますけど、おっさんとかもなんか見てたらいろんなルーティンあるな思ってね、見てたら、うん、おっちゃんとかなんか熱い風呂入って、うん、で、まあまあまあサウナ入って水風呂入るんでしょうけど、うん、水風呂でね、僕あの、うんタオルとかつけたらあかんわけですよ、もちろん。ああ、あかんかん。うん、あ、今日タオルつけてるんですよ。タオルをつけてね、ぶわって、絞って、顔くしゃくしゃくしゃって、そこで鼻かんで、鼻かんで、僕じっと見てたら水もついてるんですよ、そのね、タオル。めちゃめちゃ汚いんですか。けど、それを流すかのように、めっちゃ水でこうね、出すわけですよ。バシャーン、バシャーン、バシャーン。これ10回ぐらいやる。これ10回やることによってもう俺はちゃんと清潔にやってるやろアピールをねめっちゃしてるおじちゃんがおってね。いやさかねあれさもう基準がちゃうやん人によって、はい、けどあ本人は気持ちいいかもしれんけど、はい、俺ターザンってニックネームつけてんやけど、はい、水風呂入るたびにあーって言うおっさんおるやんあれやめてほしいの俺怖いやんカシューナッツがそれなのカシューってことじゃん普通例えばじわーんとくれてうーとか言ってんやけど、はい急にものすごいね3オクターブ上ぐらいから来るやろ。ああ。お前吠えざるかみたいな。いやそう出るぐらい気持ちいいでしょね、ほんまに。いや、自分は気持ちいいけど、周りのこと。迷惑やね。だから今から吠え出すよとか言って、ふぅーやって。びっくりするやんな。突然やで、ね。まあ言ったら、おばちゃんとかではいないですか。女性ごとでは。お前、女性ごとでは。おらんよ、それは。声出すって。うん、おっちゃん、ね、おっちゃん声出すやつ。めっちゃ声出しますよ。漏れるんでしょうね、あれでもあれ、なんやろ我慢できるんでしょ、あれだからターザンの常識やからいやいや、わかるでしょご本人あと、なんかつ、あの、スローあったらこんなんしそうな勢いだからうん、いや、これはもういや、ほんとそうねあ、でもこれ、情報機、あ、これ8月だけこ無料言うのいやいや、もうずっとやってますずっと親子触れ合いで言うてねあの、ずっとやってますだから、ただ、だね、大阪府ははいね、だ駐車場、管理のないしね、あんまり銭湯も結局そこでお金取るんでね、駐車場とかないと、なんかちょっと遠出になるとね。ああ、なるほどね。だから歩いて行って、今の時期お風呂入って、結局汗かいて帰るみたいな。ああ、本末転倒みたいな。本末転倒です。何しに行くのよくわからないですけどね。でもまあ、体験としてね、皆さんおすすめしますんで。行ってみてください。